リカ流ドア開け。危ない。Can I go? Detroit police!なんかあったぞ。読む。あ、雑誌かよ。 Red ice. Oh, that's a, that red, I don't know. That, なんでしょう、あの、薬。That red stuff. Poisonous. 麻薬。Red ice. 合成覚醒剤。デトロイトの貧困で広く使用。アナリストはデトロイトがアンドロイドの発祥。あ、アンドロイドってデトロイトで全て生まれてるのか。ああ、Red Ice。You know what ice is? アイスってシャブだよね。まあシャブ、赤シャブ。いや、赤シャブだよ、赤シャブ。Meth。Yes, yes, yes, it is.アンドロイドが人間の食を最も奪っているのが、つまりディトロイトってことなんだね。ディトロイトがアンドロイドが生まれた場所だから。へえ、なるほどね。サイバーライフのアンドロイドが広がれば広がるほど、まあこれも広がっていくんじゃないかなって。そう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 、 Yeah, meth, crystal meth. MethIn Japanese is shabu. Shab. Shab, 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 shab. Okay? Shab. Shabu は英語で meth. Crystal meth. とか ice とかかな。 Ice はあんま言わないな。私は ice はあんま聞かない。ドラッグが広がって、 And red ice にはアンドロイド用のブルーブラッドの主要成分であるセリウム。Red eyes has serum in it! That blue blood! That we bleed! We androids bleed! Ho!、Oh! そうなのか。青い力、赤い氷と緑の金。ってことは ?So maybe someone is killing androids for meth?To make meth out of it? もしかしてさ、アンドロイドを殺してさ、麻薬作るためにみたいなやつがいる? Green Earth. 地球の限界。あー、もう地球ダメだわ。自然が破壊されている。 Earth ain't green anymore. あー、終わりだね。もうこの世界では自然は破壊されて、地球は茶色くなっちゃったんだな。 I don't have much time, I don't have much time. あんま時間ないんだよ。 Detroit today. 高まる、こんな時間ないよね。アメリカの戦艦攻撃される。ちょっとさらっとだけ読むか、時間。 Android が脳を変える。人と話すよりもアンドロイドと話してる方が長い中で、命令型コミュニケーション。あ、確かに、アンドロイドと話す方が慣れちゃうと、なんかこう、人に命令するような話し方しかできないようなクソガキが増えてますよ、この世に、ってことなんじゃないの ?Let's see, let's see. Let's see what we have here. Century. Oh? That's consent.スクリーンでうつ病。ダッツコンセント、画面の前にいる時間と抗うつ蔓延、薬蔓延の関連を明らかに。起きてから寝るまでの間、我々はスクリーンを使う機会に囲まれている。そうだよね。もうスクリーン、私なんて今目の前にちなみに4つスクリーンがありますからね。携帯、パソコンの画面2つ、タブレット1つ。もう自分の目の前にスクリーンがない時あんまないんじゃない、皆さん。まあそれでちょっとね、体もおかしくなっちゃうってことよな。そう、4つ
だ眠れなくなるからね。Partner Android. Partner Android? ああ、最適、感情的欲求を満たすことのできるアンドロイド、そんなもん成功するに決まってる。で、そんなん発明できたやつ多分ね、ビル・ゲイツよりもお金持ちになるんじゃないのって私は思うんですけど。性的ファンタジーも実現してくれる。何？今夜はダメ、頭が痛いのなんて言われることもない。え、こんなんさ、いや思わない？大成功するよね、絶対に。こんなん発明できたら成功だけに。ありがとうございます、拍手。はい。いや、これはやばい。ただでさえ低い出生率にとって、これは最後の一撃。もう終わりだね。終わり。Goodbye, world! Sexroid! Yeah! ない。ブルーブラッドの後を探す。ここは読む。Tech Addict! 永遠に生きる超小型マシンで不老不死が可能に。 We live in forever, guys! VR MMORPG ユーザーが10億人超え。 VR MMORPG とか絶対最高じゃないの。私ギルマスになるよ、ギルマス。みんなついてきてくれる？ People are fucking insane. They don't want relationships anymore. Everybody just gets an Android. Android. Cook what you want. They screw when you want. Yeah. You don't have to worry about how they feel. Next thing you know, we're gonna be extinct because everybody would rather buy a piece of plastic than to love another human being. その通りだな。でも普通にそれ多分みんなが望んでることだよね。なんかこうめんどくさいって言うじゃない、最近の若者。ああ、もう上司とかの飲み会とかめんどくさいっすみたいな。それってつまりさ、そういうのとか全部そのめんどくさいを、いや、引っこ抜いたらアンドロイドのが残っちゃうってことだよね。まあ私はでも愛とか、なんだろう、ジョイとかそういうのを信じたいけどな。エンターテインメントっていうのがなくなっちゃいそう。VR 計算親衛隊作りたい、楽しそう。新たな大国はぁ。この辺は他の国の情勢を知れますね。なるほど。新たな超大国。まあ、Come on, Connor. We're leaving. Okay. Yes.火をまず炊いてって感じ。食べ物は？アイオワ。よしよし、アイオワ。メッシングアイオワ。Where did it go? どこ行ったの？デストロイヤー級潜水のアイオワがいなくなった。ありえんの？あんなでかいのがいなくなる。And? アンドロイドバンド、どこで切ってんだ？アンドロイドバンド、ドミュージックアワード受賞。 Oh, now the bands, they doing music. Entertainment もアンドロイドに変わられた。これもう VTuber なんかいらないよね。はぁ、here for you. もう何もかも仕事全部奪われちゃって。What's that? これなんだ？あ、雑誌があるんじゃないの？ Something here. Century! 謎に包まれた男、カムスキー。カムスキー。世紀を代表する人物、イライザ・カムスキー。21世紀の顔、カムスキーの発明が我々の世界を変えたのだ。This Kamsky. Kamsky.
This man invented the Android. Android っていうものを発明した人か、開発した人ですね。でも、その人は、自ら住んだ世界と決別、いなくなったのか。カムスキーは彼がこよなく愛するデトロイトの郊外にある水辺の豪華な別荘で全ての面会を謝絶。はあ、なんかカムスキーはこの会社を立ち上げたんですけども、アンドロイド作って、でもなんか経営の人に追い出されて、そんで隠居しちゃったんだな。はあ、ショック。株価、ロッチトンクス。株価はもうめちゃくちゃってことだね。まあこんなアンドロイドが支配しちゃったら、アンドロイド作ってる会社一強よね。そうなるわ。ポーカー、ただの雑誌か。 Detroit Today Plastic Soldiers。 プラスチック兵士。あー、もうアンドロイドが戦争とか軍事力に使われるでしょうね。それはそりゃそうなるよな。ウォーレン大統領っていう方が今の大統領。ひどいありさま、ビデオブロガーとして一躍有名になった大統領は政治経験がなく。おいおいおい、何 SNS の有名人を大統領に選ぶ時代ってわけ。 What? SNS Queen is with the President! The fuck world? 終わってる世界だな、ほんと。KO and これは、あ、うわー、 Whoa、 Take at it。 血の色は青、 Blood color is blue。 Android のデザインは完成から遠かった。ロボットっぽさが抜けず、そこにサイバーライフが革命を起こす。 Stellium 310は全てのサイバーライフに必要なもの。まあこれが青一の正体ですね。はあ、生体部品にエネルギーを与えているもの、これがあの彼らがあの倉庫から盗んだものだから、多分さっき壁についてたやつは倉庫から盗みたてで鮮度が高いって書いてあったんだと思うんですよね。人間らしさには欠かせない。これってあったかいのかな。 I wonder is it warm? Is the blue blood warm? あったかいんかな。2つの問題、失業と健康的な低カロリー食品の不足。もともとだろそれは。ったく、バーガーキングしか食ってない国が何言ってんだよ。ダニエルとパーカーのトレント兄弟が、あー、Eat veggies, that's what they want to say. This is not a problem in 2028. It's a problem right now.現在の進行形のアメリカで起きている問題ですね。Oh, bitch! よし。バーガーキングは最高ってこと。Hello, guys!